次は塩鍋つゆです。88円、 800g 入りです。97円が88円と9円引きです。今回塩鍋を買ってみました。初めて買う商品かもわかりませんね。他にも全6種類あって、キムチと味噌味はいまいちかな。鍋って野菜から水分出るんで濃くないとダメだと思うんですけど、あんまりパンチがなく思っちゃうんですよね。他の鶏白湯や寄せ鍋、豚骨はしっかりした味なんでそっちを買うことが多いですかね。たっぷりサイズ 800g なので、一般メーカーの商品を買うと2倍以上すると思います。一人で鍋をするときも3回分ぐらい使えますので、コスパはかなり優秀ですね。ただ大きいので開封後の保管が大変っていうのがあります。スパイシーチキンスティックです。 525g 入り458円、通常価格498円が40円引きとなっています。いつも紹介していると思いますので、このチキンの食感のようにサクッといきます。大きさは大小様々なんですが、今まで買った中で全部15本入りだったんで、多分全て15本入りだと思います。胡椒のピリッと加減がたまらない商品で、4分揚げるだけで OK です。セールだったら絶対買ってて、通常の価格の時でも美味しいのでちょこちょこ買ってます。こちら本当におすすめの商品です。次はイカの天ぷらです。10個348円、通常価格358円が10円引きとなっています。1個 40g で揚げ物にしてはやや小ぶりですが、天ぷらとしては立派なサイズだと思います。初購入品ですが、これいいですね。形も整っててめっちゃ美味しそうですね。揚げ色も最高です。4分揚げるだけで良いそうです。エビ天とかかき揚げも確か売ってたと思うんですけれども、天ぷらの詰め合わせとかも売ってもらえたら嬉しいですよね。次は純正ごま油 300g 入って278円。これね、持ってみて気づいたんですけれども、瓶じゃなくてペットボトルになってます。そういえば角屋の純正ごま油もペットボトルですもんね。めっちゃ軽いですね。軽い分瓶よりも配送のコストがかからなくなるんでしょうね。黄色い容器の角屋の方は高いからこっちで十分ですかね。こっちも風味良くて満足しています。次はカスタードプリン225円、業数通い出して15年ぐらいになるんですけど、ついにこれに手を出してしまいました。内容量1キロ入ってるんですけど、7、8人前ということで、1回で使うのね、かなり無理だと思いますので、半分ずつ使っていこうかなと思っております。
次はマカロン3種アソート298円が70円引きとなっています。マカロンってこんなちっちゃいんですね。拡大してるんで分かりづらいと思うんですけど、500円玉ぐらいの大きさしかありません。ぶっちゃけ高い気がしますね。味がバニラ、キャラメル、ショコラということで、ショコラ言い方がおしゃれですね。早速今日のデザートで食べていきたいと思います。カロリーもね結構低めなんですけど、ちっちゃい分その分カロリーが控えめかもしれませんね。